はい、というわけで9月の11日分のラジオの収録をこれからするという感じですが、日向坂の話題ですね。いよいよもう来週になりますかね。絶対的第6巻発売っていう形ですけど、はい、その収録内容がいよいよ決定したというところで、まあ、そちらね取り上げていければいいなというところと、あとはね先日日向フェスが無事に終わったというところで、まあ、その辺もね、ちょっと、どんな感じだったんだろうっていう、自分は、X の反応だったりっていうところを見るしかなかったんで、あれなんですけど、話していければいいなというふうに思っております。はいはい。はい。まあ、その中でね、いろいろ発表もあったので、その辺もちょっとね、動画にしていこうかなというふうに思っております。はい。続いて、日向坂46の話題です。新曲絶対的第6巻の収録内容が決定したということで。というわけで、いよいよ、もう来週ですよね。リリースになるっていうことで、収録内容決定したという感じなんですけど、一応まだ解禁されてないところで言うと、選抜メンバーの楽曲の永遠のソフィアっていう曲と、ひらがなひなたの曲の雪は降る心の世界にっていう曲かな、あとはカトシのソロ曲がまた出るっていうところで、どっちが先に言うっていう曲と、あとはユニットですね、東村さんと丹生さんのユニット曲妄想コスモスっていうのが入るっていうところで話が出てきましたけど、まあみんな卒業組がこういう感じで出るっていう感じですよね。うん。ですけどやっぱりその流れで浜岸さんはファンはどう思うんだろうっていう、そうっていうところがね。これめちゃくちゃすぎない？そうなんですよ。いやほらなんかさ、東村さんと丹生さんがもともとすごいペア感があるメンバーだったらわかるんですけど、その二人で別にいいんですけど。でそこまでじゃないじゃないですか。そうですよね。うん。なのにそこに入れないっていうのはどういうことって思っちゃいますね。ですよね。だからその、ひらがなひなたのもう一個の曲がもしかしたら浜岸さんセンターなのかなとか。ああ、もう一個あるのか。あ、そうなんですよ。そのはい。ああ。共通カップリングの君を覚えていないってのプラスもう一個その雪は降る心の世界にっていう。ああ。ワンチャンそこなのかなみたいな感じですよね、きっと。うん、だとしないと。にしてもですよね。うん。うん、まあ、それでようやくトントンかっていう。トントンですかね。まあ、ちょっと6個。どうなんだろう。ちょっとね、うん。どうかなっていう感じ。うん。なんかちょっと。と疑っちゃいますけどね。ですよね。別にこれ浜岸さんなんか卒業したと出てこないなって思っちゃいますけど、ちょっと逆に。ですよね。やりたいです。はい。まあなんでちょっと解禁もう来週なので、その辺も含めて多分情報が出てくると思うんで、ちょっとそこをねどういう感じなんだろうというところでちょっと待ちたいかなという感じですよね。いや、おかしいよな、そこセンターじゃなかったら。そうですね。ちょっとどういうことなんていう。ですよね。まあそうだろうと思って待つしかないですけどね。願ってね、うん。そうですね。拳を固く握って。はい。はい。そして先日無事終了した日向フェスですが、どうでしたでしょうか。自分これまだ配信見れてないんですけど、すげえ良かったっていう、本当に神イベントだったよみたいな感じだったみたいで、ね、パレードあれすごかったですね。あれいつの間に撮影許可降りてました？あれから出てましたっけ？いや、前日かな。あ、前日なんだ。そうだから、それがあるだろうって思った人は一眼持ってってたみたいで、うん、すごいですよね。そこまで考えた上で持ってってるっていう。ああ、そうらしいですよ。あの距離で一眼で撮れたらそりゃいい絵撮れるよなと思って。そっか、見越してないと持っていけなかったのか、逆に。そうですよね。すげえな。うん。いや、これいけたらテンション上がるだろうなっていう感じのね、距離感で見れる神イベだったんだろうなっていうふうに思ったというか。だってめちゃくちゃ綺麗でしたもん。ですよね。写真、うん。うん。嘘だろっていう。本当ですよね。いや、神イベントですね、あれは。うん。もうそうだし、フェス終了後にゴミ拾いイベントっていうのもあったらしいんですけど。ああ、はいはいはい。それもなんか、メンバーもサプライズで参加したみたいな感じらしくて、そうメンバーと一緒にゴミ拾いをすることができるっていう神イベントっていう、まあ、そこまで見越してね、ファンの人がどれだけいたかは分かんないですけど、まあ、ただなんか
X 見てると、意外とこう場所が広すぎて、どこに何があるのか把握するのが大変すぎてっていう感じだったらしくて。そう、そんなひどかったの？うん、いや、ひどいのか、その人だけかは分からないですけど、そのファンクラブ限定のイベントがあったりみたいな、いろいろありましたけど、なんか、うん、あのね、会員証とかもらえるブースがあったりとか、いろいろあるみたいなのも出てましたけど、その場所聞いてもスタッフの人も分からなくてみたいな、おでもう諦めましたみたいなのがあったりとかっていうのも自分も目についちゃってたんで、まあその辺は結構やっぱ広いなりにもうちょっとやらなきゃいけない感じなのもあるんだろうなっていうところは見えたところなのかなっていうふうに思いましたけど、でも本当にお祭り感というかね、あのこうブースが出ててね、本当にすごかったですけど、これが恒例になったらマジでいいあれですよね。いや、むしろ宮崎が話さないんじゃない、宮崎さんが。いや、ですよね。うん、うん、それは来年もってなりますよ。いや、いつか行きたいな、毎年恒例に なるんだったら。あ、でしかも結構やっぱりその地元だから行ったって人も結構いたじゃないですか、ツイート。あ、そうですよね、はいはいはい、うん、ってなってくると、やっぱそういうのが地元のやっぱ口コミでとか人が人を呼んでみたいな感じで、うん、より手がくなっていきますよね、うん、平田さん、そう、宮崎の人がっていう、いや、そこが一番大事ですよね、なんならね、っていう意味ではやっぱすごい大成功だったんじゃないですかね。ですね。追いつつ心配もしましたけど、うん、まあ、本当にその想像をはるかに超える大成功だったですよね。意外とね、あんまり大々的なトラブルってそこまで目につかなかった気がするので、ねえ、ね、すごいなって思いましたよね、うん、まあ、そのフェスのライブの中でもね、発表がありましたけど、全国ツアーが開催ということで、ね、うん、結構早かったですね、あの東京ドームまた立つっていう感じですけど、いや、うん、いや、そうだから、いや、結構僕はほら反対派だったじゃないですか、はい、東京ドーム、うん、いや、それはいつでもやっぱあのね、ファン層とファンの数と日向坂っていうグループの規模のでかさ、うん、日本で言うとトップグループだから、それはやっぱいつでもできると思うんですよ、やろうと思えば、はい、けどそれを今やっちゃうのって本当にそれで本当ポシャっちゃわないかなとかって思ってたんですけど、うん、やっぱあの日向、あのフェスのね、盛り上がりを見せられたら、むしろここだろうなっていう。そうですよね。あの熱量を持ってそのまま突っ走っていけるんだったらここだろうなって思っちゃいますよね、うん、すいませんっていう。しかも東京ドームに関してはね、クリスマスなので、うん、がっつりひなくりみたいな感じになる感じですもんね、この感じだとね。ですよね。ね、うん、どうなんですかね、卒業するメンバーも東京ドームまではいる感じなんですかね。あ、そっか。そうなってくると東京ドームで卒業みたいな感じになるのかな。あれ、でもみんなこのシングルを持ってって感じなんでしたっけ。ああ、そうでしたっけ。そうか、そうですよね。そっか。ってなると、まあ多分もう一枚出るじゃないですか、多分。ああ、そっか。そうすると東京ドームはないのか。まあもしかしたらそこで卒業しといて、まあ、あの斉藤飛鳥パターンっていう。ああ、東京ドームで卒業コンサートみたいな。はい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 、うん、それもあるかも。だって浜岸さん立ってないでしょ。そうですよね、前回。いや、そこは立って終わりたいよねっていうところありますよね。いや、ファンっていうのはそれ見たいですよね、最後に。ですよね、うん、うん、ちょっとそのあたりを注目してつって感じですね。ですね。どうなるか、うん、うん、自分もその日向の東京ドームはライブ会場で見たので、うん、ああ、そっか、うん、そう、ワンチャン行けるなら行きたいなっていう感じはあるんですけど、すごい倍率高そうな気がしますけどね。いや、ですよね。ね、ただ値段もお高いので。値段もね、そういや、他の会場9800円なんですけど、東京公演はもう1万2000円っていう値段なので、ちょっとね、それが当たり前になってきました。うん、もうだいぶね、これが定着化してきてますけどね。そんなのと、あとあれなんですよね、また桜坂と日向坂のローソンコラボがあるっていう話らしくて、まあなんか詳細はまだ出てないんですけど、またおそらく多分ウエハースとかなんかいろいろそういう系も出ると思うんで、ちょっと見かけたらやりたいなって思うんですけど、新潟いかんせんどこ探してもなくて、前回も確かすげえ困った気がしてたので、
ちょっとやれたらいいなっていうぐらいの感じで見ておこうかなとは思うんですけど。結構久々じゃないですか。そんなことない。いやですよね、うん、1年ぶりとかかな。うーん、ちょっとまたね、それもまた詳細が分かったら追っていきたいなっていう感じですかね。